はい、阪神梅田本店で開催しております、11ガールズアートコレクションザ・ファイナルですね。この動画では、出品している作家さんをご紹介いたします。一応ね、こちらはメモリアルコーナーで、紹介しています。あれ、ここに顔写真があったんですけど、どなたかが持っていっちゃいましたね。矢沢さん、すいません。なんかキャプション置いてあったんですけど、どなたかが持っていかれてるみたいです。いませんでした。ね、矢沢さんはね、この動物にね、レースをまとわせてね、こうちょっと不思議なシュールな世界ですよね、をずっと描き続けて、これ全部手書きでね、こう描いてるんですよね。ちょっとね、この方はね、なんか歴代のイレブンの中でもちょっと驚きのこの細かさというか描写力ですね。そのなんかこう手数はまあ多いんですけど、なんか写実的に描くとか、そういうなんか手間とか描写力っていうのがまあ一般的ですけど、なんかこういうね、レースシュールな世界でこういうね、描写力を発揮するっていう人はちょっとなくて、すごく個性のねある作家さんですね。もう初日にね、結構出ちゃったりとかしてるんですけれども、はい、こちら、矢沢瑞希さんの作品でした。